ノクト、こっちだ。急げ、敵が来るぞ。ギリ、立て直せ。援護するよ。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんと幸先の悪い。ウラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。あが言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。
プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？押してるよ。待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。イグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ？まだ整備中だよ。
どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないからじいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。そろそろ行くか。エイガネス、もう行くぞ。すぐ行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。あれ、ノクト強。まあな。せや。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。よっ。ほら。ノクト、気付けろ。され。ノクト、外すなよ。てめえ。油断したらノクト。よっ。せ。いや。いいよ。プロット。待ってました。てや。よーし。やった。一体誰を狙ってる？悪かったって。ノクト、うまいことやるじゃねえか。てめえ、てや、てやったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナ渡船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。こっちにもモンスターいるか。よし、戦ってこい。いや、こんだけ行くとこないでしょ。
見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。あー、めんどい。油断禁物ってね。ノクトこっちにも小屋が見えるぜ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに記録。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。
一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。キャンプにするか。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。
はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわぁ！やる。おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。え、うわあ、さあ、からだぜ。うわあ、ラディオ、頼む。当たれ。セーブ。ナイス、グラディオ。さて、次の運転役だが、ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。
だるいな。そうだな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？うわ、やっば。でっか。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。店入ろうぜ。うん、行こう。ノクトも来てよ。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。いや、やっぱ自信ないわ。そうか。なら、俺が引き受けよう。